結婚、出産、育児、女性のライフステージにおいて節目となるとき、核家族が当たり前となり、共働き世帯が多く見られる時代、家族の形態も変わり、昔のように祖父母と同居する方も少なくなっています。マニュアル通りにいかない育児を仕事と両立しながらやっていくには大変なこともあるのではないでしょうか。仕事が忙しくて保育園へ迎えに行く時間に間に合わない、買い物に行く少しの間だけでいいから子どもの面倒を見てほしい、四六時中休む間もない育児、誰かの手を借りたいけれども頼めない、そう思っていませんか。佐倉市では地域のみんなで子育てををモットーに、子育て中の皆さんのお手伝いをする取り組みを行っています。今回の特集ではその取り組みの一つ、佐倉市ファミリーサポートセンターについてご紹介します。今やことぶき退社という言葉はどこへやら、結婚後はもちろんのこと、育児休暇を取りながら出産後も働き続ける女性が多くいます。働き盛りの世代にとっては、仕事と家事、育児のすべてをやるとなると抱えきれないことも多くあるのではないでしょうか。そんな時、周りに子育てを手助けしてくれる方がいると安心ですよね。少しの時間でいいので子供を預かってもらえたら、習い事まで送ってもらえると助かるのになど、そんな要望に応え、子育てのサポートをしてくれる心強い味方がファミリーサポートセンターです。ファミリーサポートセンターとは、地域において子育てを応援したい方と子育ての手助けをしてほしい方が会員となり、会員同士で相互に援助活動を行うものです。ファミリーサポートセンター事業は、子育てしている方を地域ぐるみで支えることを目的とし、平成17年、国の事業としてスタートしました。佐倉市でも平成22年度に始まり、今年で9年目を迎えました。この事業を行っているのが、佐倉市大時代、レイクピア薄井の3階にある佐倉市ファミリーサポートセンターです。提供会員と依頼会員とを結びつけ、安心安全に子育てができる環境を整え、佐倉市の子育て支援の充実を図っています。育児サポートの内容は、例えば保育園や習い事の送り迎え、保護者が外出するときの預かりのほかに、産前産後の家事支援などさまざま。最近では給食活動中のお預かりも増えてきているそうです。では実際にどのような方が利用し、子育てのお手伝いが行われているのでしょうか。サポートの様子を少し覗いてみましょう。こちらはサポーターの坂田和孝さん。ご両親がフルタイムで働いているため、学童保育所に通っている日向くんのお迎えにやってきました。佐倉市が高齢者向けにやってます佐倉市民カレッジというのがあったんですけども、まあ、それに参加してて、その中でこのファミリーサポートセンターの方からですね、こういうボランティアがあるのでできる人っていうような募集があったので、まあ、なんか世の中のお役に立てればね、いいかなと思って、立てることはないかなというふうにも思ってましたので、で参加するようにしました、はい、車でお迎えをしてますので、それから、まあ、行く先までね、交通事故がないようにとかね、それから車を降りて歩くときなんかもちゃんと、ね、車にはねられたり事故のないようにということをやっぱり意識してやってますね。
この日は体操教室があるため、ご両親に代わり、日向くんを体操教室まで送り届けます。縄跳びとか。縄跳び。あと、マットとか。縄跳びとマット。縄跳びって難しい跳び方できるの？今二重跳び合格して。あ、合格した。ハヤブサになって。すごい。二人の出会いは今から3年前。日向くんが小学校に入学した時からで、まるで本当のおじいちゃんとお孫さんのようにすっかり意気投合した仲良しコンビです。久しぶりに会うんだね。楽しみ。楽しみ。はい、これで4000です。はい、日向です。日向くんが体操教室に入るまできちんと見届けてから帰ります。短い時間でしたが、2人にとって気の置けないひとときを過ごせたようですね。やらせたい習い事が平日だったっていうことと、まあ、あとは、平日仕事しているので、休日は、まあ、ゆっくり家族と過ごしたかったり、あと出かけたりしたいなって思いがあったので、まあ、平日習い事に送ってくださる方をお願いしたいなと思って、ファミリーサポートにお願いしました。最初はどんな方がサポートをしてくださるのか不安なところもあったんですけども、偶然自宅のすぐ近くの方がサポートしてくださることになって、本当に信頼できる素敵な方で、仕事もそのおかげで仕事も集中してできますし、安心して預けられるっていう方でした。利用して本当に良かったと思います。こちらは8月に2人目のお子さんを出産された中村さん。産後のため保育園までお兄ちゃんの響くんの送迎をお願いしています。今回響くんのお迎えを担当するのはサポーターの長野さん。サポーターを始めて1年半ほど経ちました。ファミリーサポのスタッフさんに私の知り合いがおりまして、その知り合いの方から私の近所に共働きのご夫婦がいらして、子どもの送り迎えができないのでサポートの依頼が入ったようですね。その話をその知り合いのスタッフさんから私が聞いて、じゃあやってみましょうかというのが始まりですね。子どもさんと話してるのは楽しいですよね。いろいろ子どもさんからもいろいろ話をしてくれて、それをねこちらから、どうしてそうなるの、その先はってこう聞いていくと、掘り下げていくと子どもさんど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 ん話をしてくるんですね。そうするとだんだん心を開いてくれて仲良しになっていくという、まあその他にも私が知らないことがあったりすると、もう子どもさんはもうね得意になってよく話してくるんですね。まあそうね、そうやって話をしているのはとても楽しいですね。元気ももらえるしね。響くん、長野さんの顔を見て嬉しそうに駆け寄ってきました。響くん、今日は保育園で何をして遊んできたのかな？響きバイバーイ。じゃあ今日はこれだけ持って帰るのは、はい、じゃあ帰ろうか。はい、行こう。じゃあ先生にさよならして帰ろう。今日は何して遊んだの？普通に、うん、いつもので遊びました。いつもので。うん。響くんのいつものってなんだろうね。トミカか。あ、トミカか。あとベタベタブロックとか。そんなのあんだ。うん。
8月から響くんのお迎えを担当し、まだ数回ですが、長野さんにすっかり懐いていますね。そこにどんぐりの字があるんで。うん。そっか。うん、で閉めるよ。うん、はい。ママ出てくるかな。はい。サミサポド長野です。今日島次郎のやつ当てるんだよ。ん？島次郎のやつ。開くよ。はい。おかえりなさい。あ、おかえりなさい。結局。おかえりなさい。ありがとうございます。はい、すいません。あ、じゃあ荷物は。響くんを送り届け、これにて長野さんのお役目は終了です。お疲れ様でした。私が2番目の子を8月に産んだんですけれど、その時ちょっと上の子が車で行かないといけない、ちょっと遠い保育園に通っているので、ちょっと産後すぐに運転するのがちょっと自信がなかったので、お願いしようと思いました。本当に良かったなと思ってまして、やっぱりちょっと新生児の世話っていうのは意外と久しぶりで時間が取られるので、やっぱり迎えに上の子を行っていただけると、その分ゆっくり時間が取れるのですごく助かってます。で上の子もですね、やっぱり今日おじちゃんとこういうこと話したよとか楽しそうに言ってくれてるので、とっても良かったなと思います。どちらも心温まるサポートの様子が伺えましたね。自分が子育てで困っているときに手を差し伸べてくれるファミリーサポートセンター。では、私たちが依頼会員、提供会員として利用、活動するにはどうしたらいいのでしょうか。ファミリーサポートセンターの利用の仕方を見てみましょう。冒頭でもお話しした通り、佐倉市ファミリーサポートセンターはアドバイザーに紹介された依頼会員と提供会員が協力し合い成り立っています。依頼会員、提供会員になるには次のような要件を満たす必要があります。依頼会員は市内に在住、在勤、在学している方で、生後57日目から小学6年生までのお子さんの保護者の方。提供会員は市内に在住の20歳以上の方で、心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができる方が対象です。依頼会員と提供会員を兼ねる両方会員も可能です。また産前産後会員は市内に在住し、家事・育児などができる家族がいない方で、妊娠届出以降の妊婦から産後56日までの方です。ファミリーサポートセンターへの登録にあたり、いずれの方も入会説明会の参加が必要です。入会説明会は月に1回開催しています。参加にあたり事前に申し込みが必要です。次回の日程はご覧の通り。ご希望の方は佐倉市ファミリーサポートセンターまでお問い合わせください。提供会員については入会説明会で登録後、原則としてセンターの実施する研修を受講していただいています。研修科目は11科目、いずれも保育士、看護師など専門の講師によるもので、合計26時間の講義となっています。内容は子どものお世話の仕方や遊び、体の発育や病気、救命救急など
日々変わっていく子育ての基本といったお子さんと関わる上で必要なもの、楽しくお話ししながら和気あいあいとした雰囲気の中で行われました。依頼会員は入会説明会に参加し、会員登録した後は子育てのサポートを依頼できます。お申し込みは依頼日の1週間から10日前までにはご連絡ください。この依頼を受け、ファミリーサポートセンターのアドバイザーが日程の調整などを行い、提供会員にサポート内容を打診します。提供会員が決まると、続いて行われるのは事前打ち合わせです。アドバイザー同席の下で、依頼会員と提供会員やそのお子さんが顔合わせをします。名前の通り、サポートする内容を確認するだけでなく、提供会員のお宅にお邪魔してお子さんが過ごす環境を確認します。また、保育園や習い事へのお迎えをお願いしている場合は、実際にその場所に行き、先生などの関係者と提供会員との顔合わせも行います。事前打ち合わせの後は、いよいよサポート活動です。保育園や習い事の送迎、お子さんの預かりなどの子育て支援が行われます。利用・活動できる時間と謝礼はご覧の通りです。なお、車で送迎の場合には、1km につき20円の交通費、食事やおやつの提供の場合も別途費用がかかります。なお、産前産後支援の利用時間は午前9時から午後6時までとなっています。子どもたちだけでなく、子育て中のママにとってもたくさんの人たちと関わり、多くの愛情を受けながら子育てできる環境があることは素晴らしいことですよね。お手伝いをしてもらう方にとっては便利な制度ですが、お手伝いをする方にとってもお子さんから元気をもらえる、成長を間近で見ることができるなど、貴重な時間を共に過ごしているようです。子育てを一段落された方、お仕事をリタイアされてお時間にゆとりのある方、ほんの少しの時間をファミリーサポートセンターのお手伝いに使ってみませんか。サポーターをされている皆さんにお話を聞いてみました。もうだいぶ年を取りまして、何か役に立つことがないかなと思ってた時に、ちょうどあの指定頼りを見まして、なんかそれで孫もちょっといないものですから、子供、小さい子供に関わりたいなと思いまして、それで始めました。もう孫も大きいですし、もうひ孫くらいの年の子と一緒に遊べる、甘えてくれたりするともうすごく嬉しいです。皆さんきっかけは様々ですが、未来を担う子どもたちを思う気持ちは同じですね。話している時のサポーターさんたちの優しい眼差し、あふれんばかりの笑顔が印象的でした。人と人とがつながり、安心して子どもを産み育てることができる、そんな佐倉市でありたいと、ファミリーサポートセンターは皆さんの子育てを応援しています。依頼会員はもちろん、現在提供会員として活動してくださる方を募集しています。お子さんが好きな方、空いた時間に子どもたちと触れ合いながら地域で活躍してみませんか。